本校創立70周年記念式典を旅行できますことは、この上ない喜びであり、感謝の念に耐えません。ご臨席の皆様に重ねてお礼申し上げます。思えば、開陣と化した郷土沖縄は、市長のごとき蘇り、あまたの尖閣諸地の不屈の精神により、戦後沖縄教育の道が開かれ、本校も戦後間もない1948年、昭和23年6月に、県立小佐高等学校の沖縄分校として国を選ばれました。建設によく生まれた職員、生徒、地域住民の絆は、時が経つにつれてますます強く結ばれ、確固たるものとなりました。その甲斐あり、2年後の昭和25年4月に、読谷高等学校として昇格、設立認可され、その後、幾多の困難を克服し、今日に至っております。オープン、政治部、融和、新宿のもと、これまで本校を使った高等生の数は2万1904に上り、県内外において社会発展のために活躍しておられることは、本校の誇りであり、生徒たちの大きな励みとなっております。地域の皆様に愛されながら、発展を続け、70年という年月の中で多くの若者を世に送り出しました。70周年規制会を結成し、多くの記念事業を推進してきた関係者の皆さん、物心両面から支えて支援をいただきました、全ての皆様に心から感謝を申し上げ、地域とともに歩む学校、村立読谷高校の限りない発展を記念し、お祝いの言葉といたします。読谷高校創立70周年、この記念すべき年を私たちが在学中に迎えられることを大変感慨深く、また喜ばしく思います。70年もの間、歴代の先輩方が作り上げてきた駅伝等の校風は、生徒だけではなく指導していただいた先生方や読谷高校を見守ってくれている地域の皆さんのご理解やご支援もあって築き上げられたものだと改めて感じています。また読谷高校生は挨拶がとても上手です。校内だけでなく地域の皆さんとの挨拶を通じた精神的なつながりをこれからも大事に積み重ねていきたいです。このように小さなことでも積み重ねて活動していくことで、地域に愛される生徒、地域に愛される学校になれるように目指していきます。